出雲崎町は、新潟県の中越地方にある、日本海に面した町、つま入りの町並みで知られる。出雲崎のつま入りの町並みが4キロメートルにわたって、続く領館の出生地で知られ、松尾芭蕉の奥の細道にも登場した。江戸時代には、幕府直轄の天領地となり、北前船の寄港地、佐渡島からの金銀に上げの地として栄え、 約3 6キロメートルの街道沿いに2から3万人が住んでいたと言われた。日本における近代石油産業発祥の地であり、紙風船の生産日本一でもある。遠浅の海が広がり、2008年には黒人塩歌歌手で有名なジェロの海行きの舞台となった。日本海側気候で豪雪地帯にも指定されている。長岡市への通勤率は25.1%、 柏崎市への通勤率は15.4%。1616 16年に出雲崎大館所が設けられた。近世には出雲崎、二世の二つの町に分けられ、それぞれに名主が置かれた。前者は出雲崎本町、後者は二世の屋敷割を行い、間には大木戸が設けられていた。平成の大合併で、よいた町、和島村との合併による、 両官庁の誕生を図り、任意協議会も設置されたが結局断念。両庁村は長岡市に編入されたものの当庁は独立のままとなった。日本石油発祥の地である甘瀬油田が町内に位置し、隣接する柏崎市西山地区ともにかつては石油産業が盛んであった。町内には出雲崎漁港がある。 この他にも臨海学校が設けられており、夏になると県外から生徒が訪れる。内陸部に位置する出雲崎駅鉄道路線は、海岸から4キロメートルほど離れた内陸部を走っている。周辺のバス路線図、柏崎方面、長岡方面の路線がある。詳細は、越後交通柏崎築地国表を参照。1974年から1980年に、 かけて北国街道を迂回する形で海岸部に国道バイパスが建設された。出雲、崎海遊広場付近の海岸と海沿いのつまりの街並み、両館道。ありがとうございます。